こんにちは、俺はジョージ。ゲームが好き。たくさんやってて、ゲームのことをよく考えてる。イギリスの出身だけど、日本にいる。日本語の勉強への熱心が最近なくなった。勉強ってつまらないよね。だから、日本語の練習とゲーミングの趣味を組み合わせて YouTube のチャンネルを作った。さあ、自己紹介ミッションオールクリアだ。始めよう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘイヘイ、カモンオーバー、ハブサムフォンウィズクレイジータクシー。クレイジータクシー。ああ、このタイトルを聞くと懐かしいっぱい。実はこれは人生で初めて自分の目で見た PS2 ソフトだった。その時 PS2 を購入した友達の家に行ってクレイジータクシーを見せてくれた。俺はハマった。グラフィックが信じられなかった。パンクロックのサウンドトラックも、かっこいいキャラクターも、眩しい青空も、明るい黄色の車も素敵だった。こんな自由に街を走ったり探検したりこともゲームで見たことがなくて、しかもお金のチャリン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 の音が超満足。2003年にサンタさんにクリスマスプレゼントしてクレイジータクシーを希望した。少し経ってクリスマスの朝のツリーの下に新品の PS2 とクレイジータクシーが待っていた。サンタはハリーポッターと秘密の部屋のソフトもくれた。希望しなかったのに。いいね、サンタ。あなたのことを信じてよかったね。パッケージを開けて、ドライブにディスクを入れて、そして、クレイジータクシーをやりながら、すぐ私の大好きなゲームの一つになった。クレイジータクシーのゲームプレイは比較的にシンプルだ。プレイヤーはタクシーの運転手になる。画面上に制限時間のタイマーがあって、ミッションはその時間内にできるだけ多くのお金を稼ぐことだ。お金を稼ぐためには現実のタクシー運転士と同じようにお客さんを乗せて目的地まで連れて行く必要がある。現実と違うのは目的地に到着するスピードによってお客さんが支払う金額が決まる。大胆なカーアクションと他の車を避けることと、時間内に到着したらお客さんからプレイヤーに棍棒のチップをくれる。車がぶつかるとこのミートがリセットされちゃうから、ハイスコアのためにリスクと稼ぐお金のバランスを取る必要がある。お客さんたちこういう運動が大好きらしい。席の上に立ってヤッフーというぐらい。45道の坂道を全速力で下り、路面電車に衝突しても文句なし。この町に住む人はカフェイン中毒のようで、唯一の薬は車の後部座席で激しく揺さぶることだ。お客さんの気分はハイテンションから怒りに、そしてハイテンションに戻り、そして絶望へと揺れ動く。駅に2秒遅れただけだったから。もちろん現実の世界ではこの種の運転は損傷、鎖骨骨折、ウーバーで1スターの評価になるだろうね。頭の上にあるアイコンによって目的地までの長さと得られる金額の両方がわかる。緑のお客さんは最も遠くまで行きたい。赤いのお客さんは近いところに行きたい。たまに数百メートルだけのところに行きたい人もいる。この子を見てごらん。あそこにピザハットが見えるよ。200メートル離れてるんだ。おそらく彼女が少し運動したらそれほど怒らないだろうよね。お客さんを目的地まで連れて行くと、お金だけじゃなくボーナスタイムも得られる。そのおかげで仕事を続けることができる。できるだけ早く着くことがタイムの向上につながって、より長くプレイすればより高いスコアが出すことができる。
緑のお客さんを乗せることがボーナスタイムを獲得するのに一番いい作戦だと思う。しかしお客さんには係りがある。だから緑のお客さんだけを乗せるのはではなく、バランスよく乗せることが重要。時間がかかりすぎたらお客さんは嫌になって走行中のタクシーから飛び降りてしまう。さてあなたはどうか知らないけど、個人的には鼻が折れ、あざだらけで公園でデートに着くより30秒遅刻した方がいいと思う。避けないといけない自動車がある。他の車は避けるのがそれほど難しくなくて、しかもぶつかっても自分の車が上に立つことができる。まるでタクシーはチタンの戦車ぐらい強いで、他の車はせんべいで作られたみたいだ。いずれ時間がなくなってゲームは突然終了する。その後どれだけ稼いだか、何人を届けたかが確認され、ライセンスを授与される。どれだけうまくやっても必ずゲームオーバーで終わり。でも大丈夫、心配しないで、また遊べます。これはハイスコアゲームだから、何度もやって自分のベストを超えること、それこそクレイジータクシーだ。4人のキャラクターから選択できる。アクセル、ガス、ジーナ、そしてビリージョー。どれも好きなので適当に選びがちだけど、誰が一番好きかとしたらやっぱりビリージョーです。Yeah! かっこよすぎるし、バケットハットも気に入りな。彼らは独自の構成があって、車のハンドリングはちょっと違うんだ。だけど正確な違いはわからないが、少しプレイしたらその感覚に気づき始める。例えばアクセルはバランスがある、ガスの車は重く感じる、ビリージョーのハンドリングが強く感じる、ビリージョーを使うと対向車を避けるのが簡単になる。時々。とにかく全員が有能で、誰も弱いキャラクターではない。誰を選んでもコントロールが同じだ。少し慣れる必要がある。ビデオの最初で PS2 にディスクを入れてるショットを見せたけど、実際にはね、この動画で主にゲームキューブ版でやってる。嘘ついてごめんなさい。画質が PS2 よりちょっと綺麗だから、このバージョンを選択した。とにかく A を押して移動して、 B を押して停止する。十分シンプルだね。違うのは L バトンと R バトンで指が踊ってることなんだ。これについて少し説明が必要だ。これは実際で意味がないけど、アクセル外して車をバックに入れてドライブに戻って、すぐに再びアクセル押したら爆発的な速度ができる。正直バッグに感じるが、説明書に書いてある。ほら、だからゲームプレイ中にギアを見ると、俺が狂った人のようにドライブとバックに切り替えてる。ジャンプする時にこれをやったら、黄色と白と黒の鳥のように舞い上がる。素晴らしい。ある時点で俺は手のことを忘れて自動的にできるみたい。クレイジータクシーの波に乗ってる状態になる。さらに L と R を同じ時に押されたら、クレイジードリフトになって道路が凝った湖に変わる。とっても滑りやすくて、コンボを台無しにしちゃう方法だ。でもうまくやって対向車を見逃すのはとっても気持ちいいです。クレイジーストップもある。それをするとタクシーが不自然に早く止まる。クレイジーストップをするのが時間に節約するには最適だけど、俺には実行するのは難しい。代わりに俺がやりたいのは、壁に向かってドリフトしてこれをするのが好き。 Yeah! Hats off to you! Okay, you get a fat! Great! You know how to do! Great! You know how to do! You're amazing! Great! Hey, hey, hey!なぜこれが起こるかわからないけど、常に起こるよ。俺が得てるチップを見ると、明らかに彼らも気に入ってると思う。指カンフーの達人じゃない場合はこれらのバトンを座る必要はない。でもね、
それはドリフトなしでマリオカートをプレイするようなものだ。実行可能だけど、俺くらいなプロはドリフトブーストに全力を注いでいます。今やってるのは最初のバージョンではなく、実際には2000年にドリームカーストで発売された、その前ゲームセンターの機械だった。ドリームカーストはセガの最後の家庭用ゲーム機だった。ソニー、ニンテンドー、そして海外の Xbox と競合できず、最終的に失敗しました。ドリームキャストの初期の頃、セガは売り上げを伸ばすための主力商品としてクレイジータクシーを利用したけど、このゲーム機は製造中止までわずか3年だった。それにもかかわらず、ドリームキャストの魂はクレイジータクシーの中に生き続けてる。あー、このゲームはドリームキャストっぽく見えるね、と言えるゲームシステムはあんまりない。これだけであんまり説明にならないかもしれないが、ドリームキャストの高揚感を味わった人なら、俺の言いたいことはわかるだろう。おそらくそれは青い空、明るい色、クールなキャラクター、陽気な雰囲気、またはシャチの存在かもしれない。このグラフィックスタイルの何かがドリームキャストを思い出す。俺が気に入ってる理由は、日本のレンズを通してアメリカに舞台したゲームだからかなと思う。まるで理想的な夏の日の街だ。街は地区ごとに分かれている。ビーチ、ショッピングエリア、野球場、高速道路、ビジネス街、港、大学、住宅街もある。全てがループしてるから、ラウンドをうまくやれば最初の場所に戻ることができる。場所によって現実世界と同じショップやレストランがある。フィラ、タワーレコード、ケンタッキー、彼はいい方じゃないですか。子供の頃、これは素晴らしいことだと思いました。実際と同じショップがあるからこそ、この街が本当に存在してる気がする。でも実はこれはプレイヤーに実在する商品について無意識に考えさせて、将来の購入決定に影響を与えるための広告ですよね。この強欲の企業め、私たちの子供時代の心にスポンサーの商品の種をまき、利益を収穫しようとしてる。まあそれは目的だけどね、それほど効果的だと思わない。クレイジータクシーの特徴の一つは音楽です。クレイジータクシーのサウンドラックを5つの言葉で表すなら、それはやっぱり、やー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 になります。ごめんなさい。もう一度言ってみるね。やー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 。曲は短く、8曲ほどしかないので、よく聞くことになるが、この2つの一流パンクロックのバンドだから問題ない。ゲームの「おい俺がクールだ、お前のルールなんて気にしないよ」という雰囲気と合う。道路規則知らない、シートベルト知らない、空気知らないよお兄さん。変に聞こえるかもしれないけど、90年代のパンクのサウンドラックは本当に全体的なパフォーマンスに向上させるのに役立つ。俺がこれを知ってるのは、このゲームプレイの一部を音楽をオフにして録画していた。いつもと同じじゃなかった。俺の車の最高速度が下がっているように感じた。寂しく感じていた。楽しさが吸い取られた。俺は今を生きて、お金を稼ぐ20代前半の無謀な人間ではなく、終身雇用で残りの人生を消化してる30代半ばの人間だと感じ始めました。ゲーム全体を通じてアナウンスしたりアドバイスをするこの声がある。 Hey hey hey, it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! 彼はタクシーの神様か何かだと思う。ゲーム内の他の全てのことと同じように、彼は空路最優勢の存在している。英語でも時々彼が何を言ってるのかわからないが、それがクールなので問題ありません。 All right! Let's check out how you did today. Now let's take a look.
前言ったようにお客さんはレッドブルを飲みすぎている。声優の演技にもそれが反映されている。誰もがハイテンションで不安で猛烈に幸せだ。お客さんの声はそれほど多くなく、最大でも6人ぐらいいると思う。少ない人数でもみんなが大好きだ。気難しいおばあちゃんからスーパーサラリーマン、そして妊婦まで。ああ、彼女は本当に俺のタクシー乗るべきではない。マジ、こいつら大好きだ。例えばヘッドバンをしながら歩き回る男がいる。ほら、まだしている。ピザハットから教会に行く司祭がいる。やっぱり休憩から戻ってるよね。前言った妊婦は50秒以内に病院に行けなければ俺の車の後部座席で赤ちゃんを産んじゃう。ほう、この男は遅い。自分の結婚式に早く花嫁に帰して。ああん？屋上で待ってるおばあちゃんもいる。警察署に行かなきゃ。ふん、なんで道路で待つのは嫌かな。おばあちゃんが犯罪者かな。何しただろう。こんな風に頭の中で物語を作らずにはいられない。水中で待ってる男、水中でタクシーを呼ぶのが業者。もうシュノーケルを必要じゃないですよ。私たち土に到着しました、お魚さん。おう、お客さんは説明書にもページがある。名前があるのか知らなかった。シンディ、J おばあさん、ビフ、花を持ってるの男はピエールか。女性にアタックしてはことごとく散る青年。今日もデート。ふん、悲しいな。ピエール、アドバイスをしてあげるね。服、スーツ、きちんとしたものだね。100点。花束、クラシック、100点。初めてのデートはケンタッキー？ピエール、間違ってるところわかると思う。アーケードというステージはどのバージョンにもあるけど、オリジナルという追加ステージはゲームセンターバージョンにはない。アーケードは基本的にサンフランシスコ風で、オリジナルはロサンゼルス風だ。アーケードのマップは長い周回ロードのような感じ。一周すると大きな達成感だ。オリジナルのマップは遥かに曲がりくねってて、思い出に残る場所があまりない。電車があるけど、それは、すごいかな。だけど全体的にはアーケードが最高だ。もう一つの追加はクレイジーボックスだ。このチャレンジは運転手としてのスキルをテストする。正直このモードはあんまり座ったことがない。街を回る方がマシだ。だけど全てのステージをクリアしたら素敵なご褒美がある。タクシーサイクルだ。はっ、これこそ意味わかんない。キャラクターの画面で簡単なコマンドを入力することもできる。チャリンが聞こえるとアンロックした。さあ行くぞ。見てこのガラガラのやつ、これは安全に見えない。この道具を今まで見ればわかると思うけど、私はこのゲームが大好きです。一つ不満があるとしたらレベルが2つしかないということだ。もっとあればいいのにと思う。続編が2つあるけどプレイしたことない。いつかやるかな。余裕があれば PS2、GameCube、または Dreamcast でやるのがおすすめだ。 PC 版はあんまり良くない。足りない部分がたくさん。 Steam バージョンでコントローラーをマッピングするのに苦労した。広告もないし、ゲームの中に。KFC はフライチキンシャックになった？音楽も違う。まあこのバージョンならお気に入りの音楽のサブスクリでオフスプリングを検索するだけで OK だ。どのバージョンでやっても価値がある。クレイジータクシーっぽいものはない。この味欲しかったらこの店しか売ってないという感じ。ハイスピード、青空、綺麗な街、素晴らしいゲームプレイループをまとめたおかげで俺はクレイジータクシーに毎年戻ってきます。
俺の動画を見てくれてありがたいです。ありがとうございます。初めて YouTube だけどうまくできると思う。 YouTube そんなに難しくない気がする。さあ登録した方はここに登録できます。